はい、はい、行きましょう。どうぞ。 1P 側派手 S サガ、 2P 側ディオ S サガとなりました。え、 S サガなの？ S サガ同士です。わーい。うん、そうっすね。さあジャパン、さあ始まりました。3月6日土曜日の、大山ニュートンのイベントやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。さあ開幕がなんと青パン同士になりました。いやー、世も末ですね。世も末ですね、 X なのに。さあ 1P 側のハデさんが優勢。おわこわ、アパカ減る。さあこれは垂直できず。さあ遅いスピードも相まってしっかりと見ればいいんですが、なかなか難しい。踏む、まあ踏んでもね、こけないの美味しいですね。さあ今度はディオペースになっているが、グランド飛んでいる。しかし手の戻りが早い。さあこれは体力イーブンになる。さあグランドの打ち合いから SDR 対決、まさにその通りですね。まあ、まあ、お互いのアッパカが好かり合う。さあディオエッサガが取り返してラウンド3、飛んでいくが当たんない。これが硬直短を過ぎ。さあ打ち合う打ち合う、やっとエッサガ戦っぽくなってきた。そうですね、やっとですね。さあ飛ぶが当たんない、まだ打つ。アパカで落として、ハデさんは上ちゃんと出ます。さあ空対空はハデさんが制して掴む。これはどうなる。あっぶれ、おっと紛れない。あーこれは相打ち OK。さあ先方制したのはね、ハゲさん、ハゲさんでした。さあ仮面人さんがやはりバルログですね。さあ先方ハゲエッサガに対して 2P 側は、中堅の仮面人バルログですね。盛り上がっております。本日の大山ニュートンめちゃめちゃ人がおります。なぜかいっぱいです。他芸勢の方もね結構いらっしゃるので。さあグランド、これはどうなる。展開がいいぞ。派手サガットが硬い。おっと釣られたが爪がないので大ダメージにならず。おおこれは、おっとうまい爆点。さあどうなる、壊し、お互い我慢、削れない確定。爪取んないのね。あれ爪が剥がれた状態だとやっぱダメージちょっと落ちるんですかね。ダメージも判定も変わる。あ、はいはいはい、かなり弱いです。あー削りにはちょっと有効ではないと。やはり爪は整理、うん、そう、まあ足は変わんないけど。はいはいはい。さあしっかり落とせる根元、これは苦しいの。さあこかして爪がギリギリ拾えないところ。おーおー強パン、立ち大パン、知ってるっぽい強パン出た。これ知ってますね。さあここでまさかの草さん。そうですね、草さんがさあ大将草チュンリー、ワンピーがまだ先方の激しさが。さあこの玉モードがチュンリーきついんですが、とりあえずゲージは欲しいところ。どうすかねこれ。まあこれそんな差はないと思うけど。差はねあんまないと僕も思ってます。さあ今のしゃがみ中継をしゃがみぐらいすると結構やばいです。下手したら全あーっと円台系、これは厳しい。削った、普通に削った。そうですね、グランドタイガーを毎段中継でしゃがみぐらいした瞬間に戦列まで入ってしまうので結構やばいです。あとさあこれです、見てから飛ぶと絶対間に合いません。決め打って飛ぶしかないんですけれども、
そこは待ってたら落とされます。そういうカードでございます。さあ気づけば半分も取られている。毎段中継かくってないのやばい。さあこれはよく打った今の。遠いね。さあ硬直が短い。遠いよね。空対空こかされるが投げてどっち。ああ割れていく。まあ今のはね一回投げれば死んでましたので、まあありでした ね、まあ、ね出ない読みでやるのは。さあ今のはこれはピヨって、あチューチュー、おっと様相様相。さあ残り1ドットだが、いやーこれをね逃げ切れないのが草さんですからね。フラグ、まあ厳しいですね。しっかり戦です。さあ大将草チュンに踏ん張る。で中野トンタン。さあここで中堅トンタンです。トンタンキー、誰使うの、何使うんだろう。竜かな。おっこれは出た。X ホークですね。 S ではありません。さあトンタンキー X ホークです。 S ではございません。さあ見てから、この人の人間性能はやばいぞ。あしっかり回してまず1回、あ、これいいですね。あ、あの位置でね飛ぶのね結構やばいんですよ。マイジャンコパン落ちない、かなり難しい。大現象やってもちょっと怪しいかもしれないですね、場合によっては。100です。おっと投げてバックジャンプ当てですよね。そうですね。さあひたすら寄ってくる寄ってくる、当てて勝負。あーあと引っかかった。テンションよく出したリバーサルテンションは、あーしかしめくりにすると死んでしまう。まさかまさかですねこれは。さあ中野トンタンキハジチーム勝ち上がりでございます。今日ルーザーズどうします、なしでも一回いいんじゃない。全部で7試合あるし今もう10時前なんで、次シノブリスティーツの、はいシノブリスティーツの破天荒ほぼ山友だ、集まってください。はい、そして私の喉はもうそろそろ結構限界でございます。なんでだよ、結構ね大声出すとやばい。水飲め水。どうしたんすか、何が今日ツイッター今日そうあの Wi-Fi を手に入れたから。あ、僕は未だに Wi-Fi 手に入れてないんで。知らなかったわ、はい、僕はニュートンに来ると基本通信できなくなるんで。そう俺もそうだったから、はい、僕はもう、あ、じゃんけんしたね。一人目の、キャラ、はい、人とキャラを教えてください、はい、あと席も、席は決まった。席はまあ、まあ、いい行った方で見るんで。リスティさんがいないのかな、これは。今日は、さあえ、杉さんスギちゃんは関係ないよ。いないよ。スギちゃんは今回関係ないよ。シノブリシティ角対破天荒ほぼ山友ぞ。まあでも次なんでとりあえず、うん、心構えだけ。角さんです。はい。みんないる？うん、みんないる。はい、じゃあ、で先方、先方です。先方。はい、オッケー。ほぼ山さんは何を使うの？あ、じゃあチュンリーでどうぞ。はい、どうぞ。じゃあ山本さんチュンリーと忍さんの竜ですね。はい、はい、さあさあ、うまいんですよ忍さんゲームが。ああ、でもなんかこの前話したら、なんか一応昔はね、当時はちゃんと X もやってたということで。ああ、長い感じの方で。そうですね、ちゃんと出た当時から。ああ、キャラは毎回好きなのを使っていいということで、はい、まあ一応たしなんではいたんでっていう話はしてました。なるほど。が、まあ何でも多分ゲームやるんでしょうね。ああ、はい、僕はサードの動画で知ったんですけど。あ、そうなんですか。はい、でも大山にはなんかいつもいるんで。さあガードして必死。
さあこれは山本がちょいリード、真空がうわーした、今勝利をねおそらく狙っていったんでしょうが、うん、お歩き大パンですか、うまいですよねああいうのとかね、大パン、そうね、しっかり飛び蹴り当てて、ちょっと歩いて、うわちょっと歩いて、あの台足とかしてるあたり、あすごい上手じゃないですか、なんかさあ真空、うわーなんかうわーピオルーなんか今のは、踏みつけを出してなかったからかな、いや裏回ってたから、裏回ったら関係ないか、フレだよ、まあ投げのタイミングでね、はい、僕もバルログ使って飛び越し投げすると飛び越し投げられるんで、多分ボタンを押すタイミングが分かってないんでしょうね、そうです、お昇竜出た、分かってればまあほぼ投げられるってことですよね自分が、そうです、遅いんだろうな押すのが多分、そうです、うん、だからジャンプが早すぎるから、ね、ジャンプが早すぎて僕が押せてないんですよね、うん、ビタで、さあ投げからバックジャンプ、これはガードになって、うわー、いや、まあ、よく正面からやるよな、まあ、真空警戒で立ってると、まあ、今のは多分形としては戦列ガードさせて真空来る読みのってことですよね、うん、背中蹴りはさあ強くて上から来るのが、さあまたしてもこれは逃げ切る感じになってきたが、しゃがんでるチュンリー強、時間がないんだが梅原チャンスとしては中ゴスだったんでしょうかね最後、いやーどうかな、まあ今のは天章を出してくれる読みの、ね、まあそうね、ふわっと竜巻でしたが、山本さんが出さないとボッシャガでした、出すよつもりもないと、さあこれはリスティさんですか、芸術肌対決ですかこれ、そうリスティさんの台足昇竜って狙ってやってるのかミスなのかわからないから面白いですよね、うん、うん、まあ、あの新世代のファンタジスタータイプですからね、出してしまった、中ゴス立って食らう、立って食らう、中ゴス立って食らって台足まで食らう、立って食らうんだね、あノーマル波動、波動ね、かくんないんだよね、お、中パンで暴れてましたか、そう小パンだったようにも見えなくはないですか、中パンじゃない、いやなんかグラフィック小パンに見えましたよじゃあ昇竜です、うん、じゃあ昇竜です、一応まあね、小パンと中パンね、グラフィックがね、はい、出してる腕が違うのかな、そうだよね、右奥が小パン、ね、右と左でね、手前が中パン、違うんだよね、そう最近のゲームってさ、あ最近のゲームは 3D だからちゃんと振り向いても右と左ねあるんだよね多分ね、うん、バルログはちゃんと右にずっと爪つけててみたいなね、あの眼帯の位置もね、眼帯の位置も変わってみたいな、そうそうそう、傷の向きもね、さあこれは、ああうまい、今のよかった、今のはよかった、今のはよかった、いいですよ、今のは良かったですよ、これはハテコンが出てくるんですか、これはハテコンですね、さあハテコンが 2P 踏んでしまって、今日はなんとなくスト2したくなった、まあそうですね、そんな感じ、そうそう、なるほどね、はい、お見てから、多分ねこれマイクちゃんとねこうしないと入んないよ、えマイクちゃんとこうしないとね入んないよ、あそうそうそう、本当だ、そうそう、ああそうそう、指向性があるからこれダイナミックマイクだから、ああそうそう、派手なやつ、そういうやつ、この指向性でしか音入んないから、これあ、これ変わったか前と、こっちとかから入んないようになってるから、なるほどね、うん、他の人の声が入んないよね、そうそうそう、あーそうでしたか、3段入りましたが、ピヨった、ピヨるな、あれバンバンバン、まだだった、あー硬いですね、さあこれは手堅く、角ガイルがね、あもう大将だ、
スノーガイルが大将出てしまいますね。さあスノッピ遅らせお、今のは黄金連携ですよ。中足からスタブ投げ返しが化けてなんかとんでもない食らい方、投げ返しに大ボスが刺さる。使っていって投げ返しをさ、危ない。あ、今のあるよね、ガエルがめくった時ね。あるあるあるだよね。いやもうだ、竜巻最悪なんですよ、ガエルからすると。まあ、対空波動で裏に行く、必要にダイゴス、そして角さんも必要にサマー、これは踏んでしまって、ちょっと待って、うわー、うち痛ぇ痛ぇ、思い切りのいい動きでしたね。いやストレート、ストレートじゃないけどストレート。さあはい、次青斎秀長州対男杉中島。青斎秀長州対男杉中島。はい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 、はい、じゃあそこら辺でなんかワンピーツーピー決めといてよ。あー、青斎さんのいるチームがじゃんけん勝ってしまいました。これは残念です。さあさあ非常に残念です。ワンピーだっけ、ワンピーしか彼は、え、嘘、ワンピーじゃないの、え、あ、レバーの話、なんかレバーを調査したらしいです。なるほどね、弾きやすいってこと、 2P の方が、らしいよ。あ、おそらく向こうはためすぎが出てくる予感がしますけどね。S バイソンザンギやばいな。 S バイソンザンギやることないな。本当にないでしょ。ないんだ。何やんの、わかんないけど。ないよ。くるくるはどうするの、遠距離中パンチで潰すしかないの。ケーラリーでしょ。いやいや、ケーラリーを潰す技がないんだよ。ケーラリーはケーラリーは大足の先端ぐらいじゃないか、はい、あとはダメだよ。大足もスカってやられるときあるから。一旦入るけど、なんで動いてたら当たんないからね。そう、はい、じゃあ、もう、ヒデ君のチーム先方決まったから、そっちは好きに座っていいよ。うん、じゃあいいよいいよ、座って、スギちゃん。はい、どうぞどうぞ。聞くまでもなかった、うん、まあ、問題はキャラですね。まあ、キャラは聞いてないんで、キャラは聞いてないんで、お、スギちゃんが本当に、それ本当に本当に、本当にそう思ってた。俺は信頼してるけどさ、見てから変えたんじゃないよな。俺は信頼してるけど、一応、あ、死んだ。死んでない、死んだ。死んだ。死んでませんでした。いや、死にました。お、青斎 2P でもできるようになったが、いや、できてなかったです。あ、うまやろうと思ったが、これは青斎た、ちょっと高くね、高くね、ちょっと高かったように俺は、ちょっと高かったように俺は見えたけどね。ダブルだったら地上で隠るんじゃないかという感じの、そんな感じ、高さだったよね。ちょっと高かったよね。さあこれ思ったんだけど、今思ったんだけど、なんか突然ツイッチのこのチャットにさ、うん、エヴァンゲリオンのネタバレとか貼るやつ来たら怖くない？いやいや、今日はないでしょ。怖くない？今日はないでしょ。もう黙ってさ、見てらんないよな。あ、出ない出ないね。え、さあマジで怖いよね。だって月曜でしょあれ。まあ、そう、月曜大丈夫、俺月曜見に行くから。そうだけどさ、え、本当？見に行くよ。いやマジでさ、今思った、ふと思ってさ、このツイッチのさ、ちゃった。いやいや、それはそれはだってもう嵐、うわー、いいの入った、いいの入った。しかしワンピー側に回ってしまいましたよ。これはあまり良くないと思いますよ。あんま下がりすぎるとね。わ、いやでも分かんないよ。わっ、スギちゃんがサマー待ちしていたが、スギちゃんが亀になっているが、これは高い、いや低いですね。しっかりカードしている。
さあ、これは中島さんによろしくお願いします。そう、なぜか月曜だからね、多分自営する人大変だよね。あれさ、だって土曜じゃないと見れない人やばい。1週間ツイッター見れないよ。僕アニメ映画さ、レイトショーでしか見る気ないんだけど、レイトショーやってないのかな。レイトだよ俺。やってる？あ、いや、じゃあそれで、あの、我がクソい中でも 3回ぐらいレイトでやるから。レイトショーやるんだ。じゃあそれで見よう。いや、それやるでしょ。でもアニメ映画ってもうレイトショー以外だと見る気しないんだよね。何が料金的な話？いや、空いてるから、レイトショーの方が。ああ、まあそうね。そう、混んでるオタクがいっぱいいるところでアニメ映画見たくないだろう。オタクが何言ってんだよ。いや、もうなんか気持ち悪いしみたいな。いやもうだって前からそうだけど、同じ映画何スクリーンも使ってやってますから、時間もいっぱいあるよ。よーし。だって8時、8時半、9時とかそんな感じで 3つぐらいスクリーン使ってやってるから、大体そうじゃない多分。じゃあ怖いボットが開発されないことを祈って。さあ、これはアオサイ死んでしまいそうですね。こっから逆転はまあ無理でしょうね。いやー、厳しいね。これは長州が行くんですかね。長州が行くんですね。ヒデちゃんではないんですね。ヒデは何が何でも、ヒデちゃん対象気取りですね。うん、いつも通りですよ。そんな見なくても分かるわ。でも自分のポテンシャル的にさ、うん、なんか半ばで出た方が気持ちよく動けるとか、そういうさあるんじゃない、いろいろ。うん、ねね、普通はなんか先方の方がいいとかね言えるけどね。さあ、お、これはずらしてきた。そう、やっぱ暴れる系の人は先方の方がいいっていうね。ねえ、あの、自分でそういう人が多い。あ、しっかりいいですね、今の打ち返し。いいですよ、非常に。さあ、ちょっと打ち返しが、おー、うまい。連キャンジャンプ使っていく。使ってた？使ってますね。使えるものは何でも使う派ですよ、長州さんは。いやー、あれね、やだね。さあ、長州がひたすら何かを狙って細かく動いていた。さあ、ここで台足差し込んで、あーっと、狙っている。3回入った。ずらしたね、3回ね。男ですね。さあ、男剣戦はあまりやってるところは見ていないが、うん、あんまいないもんね。うん、さあ、うわー、何それ、わかんないわ。ヘッドだけは出しちゃダメだよ。あ、ちょっと、ね、あの、引っかかる読みで遅らせたけど、クソ遅れてました。引っかかってなかった。いや、画面端に引っかかる読みでもあそこまで遅らせる必要はないんですけどね。ね。まあそうね、バイソンは簡単だから、ね。さあ、しっかり、お、いいスリーでしたよ、今のは。いいずらしだったと思います。さあ、一旦避けて、さあ、いいゲームメイク。こっからは負けなければ勝てるという感じの動きしてますね、男は。いや、突っ込みたそうだな。突っ込みたそうですけどね。いいですね。まああれで死なない。危ない。使って、ダイヤシ食らうのはちょっとまずいんじゃないかと。あ、膝入るんだあれ。ザー、はい、長老が。まあ、ヘッドは出してはいけないんですね。ヘッドダメだよね。ヘッドは膝がもう一回かくってしまうだけなので、こけるとね、ガードから二択にした方がまあいいと思いますね。こけるとやばいんですよね。はい、次、中野トンタンハゲ対破天荒ほぼ山友座。はい。はい、そのまま、ルーザーズないです。さあ、中野トンタンキハデ対破天荒ほぼ山友田。チーム構成的にはまあ中野くんがいろいろ使えてしまうというところで、ね、何でもいいもんね。まあそうなんですよね。さっき出てないでしょ。ん？さっき出てないよね。さっき出てないんで前情報なしっていうところと、
まあ友田さんがねバイソンとベガの両刀使いなので、まあその辺がまあどういう組み合わせになるのかっていうところも、トンタンさん、じゃあワンピースピー決まったのと先方申告お願いします。誰が、はいはいはい、スーピー側は山本さん、はいどうぞ。はい、じゃあ座ってください、どうぞ。山本さん対ハゲエスサガです。はい、さあ先方戦はハゲエスサガ対ほぼ山チュンリー。あー、またホンダか。そうですね、1回目のホンダステージ多いですね。さあグランドタイガーが押し寄せてくるんですが、あーと、あらやばいぞ、この投げ減るぞ、遅らせやっぱか。さあゲージ溜まった、しかし台足が当たって、こっからどういう風になる、飛んでいくが、これ溜まってもね、あれが強いんですよね。大パン、こんばんは、こんばんは、こんばんは。山本さん、ちょっとチャット参加してる場合じゃないでしょこれ確かに、いるのに、いるのに。おっと、まあこれね、あ、いいよ、チューチュー、おっと撫でて、さあいい位置にはいるが2位に切り返す。いやー美味しいね今のね、今の2位美味しいですね。あ、今のいいですね、様相すかしで下段の判定をなし。さあ体力は勝っているがどうするんだ。あー、これは見ている、しかも出ない。あ、あー、あー、もったいない。おっと様相、あー、あー、なるほど。さあの今の一発一発結構減りましたね、中継中継結構減りました。2位からしゃがみ大パンでお仕置き。チュンリーはセガットに対しては、まあ何かしらの技の半角とか中継出してゲンキックで落としたりとか、うん、ああシードだよ。あ、そうっすね。さあ見ている、中継中パン中パン、あ、これはスローかかって、あ、これはまだあるのか、投げて、あー、暴れてしまった今のは。さあ東座さんが先に行く、何を使うんだ、バイソンなのかベガなのか。ベガじゃないの。さあベガですね、友座ベガが中堅として出てきました。まあ倒しておかないとみたいな感じ。まあそうですね、上タイガー、上タイガー、鬼門は上タイガーなのか。撫でて浮き身ないのは痛い、削って、2位でも削って、もう一回削って、おっと上から乗っかられるときついところではあるんですが、やはりこの前は結構きつい。おーっと、おー見てから、はいはい、踏んで、まあ逃げるよね。おーっと、おー、グランドタイガー見てからした。あ、痛い、ピオル、はい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 、減る、 7回しか当たってないよ。さあ圧殺でした。さあ中堅友田が止めて、中堅に中野が座る、何を掴んだ、あー、キャラかぶせー。7-3はあります、このカード。マジであるはずですよ、多分。マジで多分。いやいや、まあオールらしいですね、小物道で。うわ、しかも打ち身がない、いて、おっと、よく、ショーパンかなぽいですね、中パンっぽくも見えましたが。いや、ショーパン発生早いから、はいはい。うわー厳しい、そしてガン待ち、厳しい。
さあこれはどうする。あーやばい、これは、これは、あー小足から今雪の降りてですよ多分。入れ替わるか、投げる強気、おいちょがある中よく行きました。おっと、あー運が悪いね。あ、あ、二択、あーやばい、撫で返す気合い、あー、惜しい、腹が降ってきた。いやー、わかんないっすね。さあ、これで天さん中堅中野本田対大将破天荒龍、大将にはトンタンキも控えている。あー、お尻が降ってきて、おっと、おっと、おいちょ入って、おっと、おっと、おいちょ入って、おっと、おっと、もう一回完走、おっとっとでした。これは厳しい。さあリーチがかかりました。ゲージが波動分しかない。そうですね、2しかなかったですね。そう、遠い前ではガスガス打っていきたいが、いやいやいや、周りの詰め方が、あっ、おっと、入って、おっとっと、おっとっと、あー、これビオー格ですね。おっとっと、いやー厳しい。というわけで勝ったのは中野トンタンキハゲですね。決勝進出おめでとうございます。あー、やっとだよ、やっとだよ。さあ、青彩ヒデ長州対ユーズルピロシリュウでいきましょう。はい、じゃあ、あ、X ゲーマーさん、こんばんは。さあ、青彩ヒデ長州ユーズルピロシリュウ、これ、青彩は 1P の方が得意なんだけど、レバーがここは 2P の方がいいってさっき言ってました。イエー、中野さんナイスホンダでしたね。イエス、ナイスホンダ、イエスイエス。いやいや、ハゲナイスサガットが書いてある。これはでも、これあの青彩ヒデ長州ユーズルピロシ龍はこれ先方の読み合い熱いですよ。なかなか熱い。一応ユーズルが来るって思えば青彩を出すね。え、まあ、ヒデが来るって来た時にヒデは多分来ないんですけど、ヒデがないとして、ユーズルピロシ龍の誰が先方で来るかちょっとわからないんで、なかなか難しいですよ。さあ、一応ね、ピロシが来た時に青彩が出てしまうともう全てがおしまいになってしまうんで、で、長州さんが来るんであればユーズルを出すのがいいんですよね。はい、そこだけ避ければいいんですよね。そうですね、ここがちょっとね、難しいところ。龍さんがね、多分先方でこれ来にくい。来にくい、来にくい。うん、青彩が来ても長州が来ても普通な感じになっちゃう。はい、 OK です。はい、 OK です。そう、普通な感じになっちゃうんで、やっぱ青彩か長州かでユーズルを出すかピロシを出すかの2択ですね。うん、で、そうですね、ユーズルさんを出すとまあまあみたいな。ピロシさんが来て長州が来てしまうとハイリスクみたいなところがあって、極端な組み合わせがありますよね、うん、っていう、なんかちょっとゲーム理論的なところで考えると、僕はユーズルを先方に出したい。あ、はい、ピロシさんをね、という僕の意見です。ピロシさんを、ピロシさん先方はリスクある、リスクある。ユーズルを俺は先方に押したい。ワンピーチームは決まったのかな。ワンピーチームは決まった。こっち聞いたんでいいですよ、座って。おあ、これは大外れですね。はい、オッケー言った。だから言ったのに、ワンピーチームが長州さん、ツーピーチームがピロシさん。ちょ、ピロシ先方はリスクがあるのよ。ケンホンダ。さあ、いやいやいや、ホンダ、これはリスクなのよ。いやいや、ホンダだから、これユーズルさんとかを出すのがリスク最小ではあった。まあまあ、そうですね、リスク管理で言えばそうですね。はい、ね、思ったけどさ、ニアさん、今のさ、ちょっと遅らせてさ、めくり竜巻みたいなのやるときって、あの下台キック出してるってさ、後ろで巻き込むとかできないの。さあ、全然ダメ。足元すくった。やられ判定もこっちに来ちゃうからみたいな。冷静になっちゃった、冷静になっちゃった。 あんまり長州さんいいところに来てくれない。あ、ダメなんですね。足、結構あの動きやってくる人多いじゃないですか。起き上がりとかに遅らせてめくりみたいな。そう、あっと交錯して投げられた。 あれはもうやりようがない。僕結構ね、あのバックジャンプコパンとかやるんですけど、たまに最初
最初勢いで行ききればさあいけんじゃない？画面端にこの追い詰めてもね、なかなかこう長州さんがすぐ逃げてっちゃうんでね。はいはいはい、竜巻ですよね。保釈なね。うん、まあ、1ラウンド目長州さんが取りました。そういいよ、いい今のね波動の避けめっちゃ良かったです。おお今おおこれは引っかかってしまって、今のしゃがみコパンはわざとなのか。いやわざとなわけなかろう。昇竜拳が出ないという顔をしていますよ。今日ダメな日ですかね。いやまあ、いつもなんでいつもダメ。えいつもとかあるんですか。そうですね。あれこれわざとですよね。今のはおそらくわざとです。ジャンプジャックピーはあれがわざとじゃないんだったらちょっと左手の手術をした方がいいと思いますけどね。なんかおかしくなってますよ、きっと。左手が剣がね、うん、なんか剣だけになんかね、なんかおかしくなる、うん、なんか神経とかが多分そうっすね、伝達がおかしくなってる多分。さあ龍さんの、さあ龍さんのベガ、ベガ。しかしこのね剣ベガは面倒ですよ。お、これは釣ってめくってそのまま投げて最後投げ返して、しかしこの出た長州投げ、出た長州、迷わずジャンプ小キックを選択しました。ね、あれはもう脊髄反射ですよね。まあ竜でもね使えるんで。さあこのさっきから波動拳と見せかけてのこの、あっピヨらせた、できないか。しかし体力差だいぶあるぞ。お、いいですね、今の台足はうまかったですよ。そうですね、着地台足、今の台足はうまかったよ。ダブル2着地台足、さあ長州さんが2連勝。ユーズルが来ますよ。ここでユーズルさんですよね。ツピが大将ですよね、もうね。そうですね、ユーズルが来ました。さあ一応ケン DJ かなりきつい組み合わせではある。これ DJ きついんですか。剣が超きつい。あ、剣がきつい。もうこのモードで終わりだもん。なるほど、これ終わり、波動拳で押せない。あーなるほどなるほど、そっかそっか、終わりですね。打ち負けるんだ。しっかり、しっかり拾った。まあ画面端で拾いやすかったんではあるんですが、はいはいはい、あの龍拳相手に3発拾うのちょっと難しいですよ。おー、画面中央だと2発拾うのがちょっと難しいね。うん、タイミング合わせが必要。そうそうそう、必要。なんかなんとなく打っちゃうと一発しか拾えなかったりするんだけど。さあ今のはうまかったか。さあめくりが大昇竜で浮いて、昇竜で一回どっかに行く、どっか行っちゃう。今わざと逃げましたよね。どっか行っちゃったね。あと食らってしまって、さあまだわからないぞ。さあ食らって、このあたり難しい、神経が、うわーっと大エアスが置いてある。さあこれは青菜が言った、青菜さんがはめ切れるかどうか。ただ青菜が農業はめをしているところ僕は見たことはないんですけど。なるほど、じゃあはめないってことですね。そうですね、拳一つでいかんかいということですね。男なら。そうですね。さあしかしまあ農業はめがなくともね、単純にね、有利不利はあると。地球に優しい。直接いっただがちょっと離れた。しっかりダブラリ潰しね。さあ、あ、ザンギフ DJ、 X ゲーマーはええやんけ、いい組み合わせやんけと言ってます。お、そうなんすか。まあザンギが、ね、GIF VS DJ、 お互いむずいのよこれ。ああ、うん、なるほど。てかこのザンギ有利だよねっていうにはザンギの技量がすごい必要ね。ああなるほど、うん、有利とは言い切れない、うんうん、なんとなくやっちゃうとね、やっぱ DJ の方が有利かなってなるんだけど。機動力はだって DJ の方が断然ですよね。いやでもあのぐるぐる回ってるのがね肝なのよ。あああれあのぐるぐる空中判定、この今の感じすごい気まずいんですよ、はい、そうこの感じね。あーはいはいはい、ダブラリね。うわー投げ返す、はいはい、で DJ の足がねまあ短いんで、うんうんうん、そんなにそうそう、歩きスライディングとかをしなきゃいけないんだけど、歩きスライディングをするとジャンプされると対空できないんだよね。そうですね、ためなくなっちゃいますよね。そういうことなのよ。でそこら辺がこういうガードにもなるし、うんうんうん、あれスクリューで座れるしね。そうですね、ああいうなんか直接吸えますよね。ああいう難しいところがあるのよ今みたいなね。あーなるほど、これガードしたくないっすね。そういうなんか難しい味がある。さあこれはスパコンが、あー、どうした、中断。なに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 、青菜なんでボッタッチした、青菜が投げたの。今完全にスクリューハメのハメにも行かず何にもせず何もせず
アスパゴが来ると思ってたけど、あーガードした、あ光るのを見てからガードしようとしたら光んないで、そう光るのを見て何かしようとしたら光らないでそのまま来たから食らったという感じですね。なるほどですね。ワンピーチーム大将ですね。あヒデチュンリー、ヒデチュンリー、まあ一応ねヒデ君自信を持ってやってるとは思いますが、あっと拾われる、いていて見られた、はあ、本当だ2発しか拾えないですね。あチュンリーは2発安定する、あなるほど、あのそれ最大1発2発がむずいっていう話ね。さあ投げて投げて、うわー危ない、投げてだろうと今未来が見えちゃいましたね。だってあれワンチャンさもう返したろっつってジャック出してもなぜかジャック負けるときあるからね、あの中盤に。え、そうなんすか。うん、さあお、うまいぞめくりが、さあしっかりスピバレ逃げる、逃げ、なんかいろいろあった、垂直いろいろなことがありました。投げ、しっかりガックに投げて、これは厳しい、飛んで飛んで2回飛んだ、なさって、さあこれ追いかけられない、さっきからどうすればいいの、タッチ下ダイパン押し込む、確かに去ったわ、あーなるほど、追っかけるとあタッチで当たっちゃう、おおお大足、さあゲインキックに差し返した、今のは明らかに、すごいっすね、今のは明らかに狙ってましたね、お見事、光りましたね、すごいすごい、さあ引っ張って投げ て、さあ体力リードした、この辺りのユーズルが乗ってるぞ、おピヨッタチュンリーには、チュンリーには飛びからね中盤大そばと4段入ると、お見事お見事でしたねさあで、で右と左が決まったのか、決勝ですね、これ決勝ですね、中野トンタンキハデ対ユーズルピロシリュウですね、お、まさかの、これかなり熱いですよ決勝、まさかの組み合わせですね、これはちょっとねまさかこうなると思う人は少なかったかもしれないです、これはだいぶ下馬評がね割れます、あはいはい、ワンピーチームはハデチーム OK です、ハゲチーム、ハゲチーム OK です、ハゲリーダーだったんですねハゲチーム、スーピーガーも OK かな、はいじゃあ行きましょう、決勝戦です、はい、ワンピーガーが、ハゲ S サガ、サガで、スーピーガーがリュウさんのベガですね、リュウベガですね、はい、これベガ S サガね、ベガいけるって言ってる人がいるって話で、あそうなんですね、うん、さあ踏んで、わーやばいピヨル、はい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 、減る、うお、これは寝た、おっと着地投げ早すぎた、80カウントかなり早いですね、対人戦で80はマジ早いです、さあ引っかかった、引っかかったがコパンで暴れる、しかし2位で暴れて、さあリュウさんがノリノリだ、さあこれは入る、いったピヨってる、コワコワコワ、台が入らないがかなり体力優勢になりました、体力差ありますねこれ、さあアルティガードを駆使して近づくも、さあこれはしっかり冷静にガード、さあ時間まだあるのでエッサガ側はまだ慌てたくはないんですが、やはりこの体力差は結構きついですね、下ですね、さあ勝ったのはリュウベガ、さあ中堅中野、中野さんですね、中野、中野なんだ、シム、シム、中シムですね、いやーこれは中堅中シム、ハマったらおしまいですね、さあこれあのチームメンバー的にあの DJ ホンダ、ベガなんで、はい、ホンダでも良かったっちゃ良かったんですけど、ただあのやはりユーズルさんの DJ がまあ中堅にかぶせられたら嫌だという感じで、うんうんうん、ダルシムにしたという感じでしょうね、さあガードしている、硬い、ガードしてますね、削っていく、あっと事故るのか、サイコで落として投げられて、よし受け身は取っている、投げ て、めくりすら、めくりホバー、おーなるほど、投げ、今のは投げ返しを狙ってましたね、ゼロフレの、あっとナイトメアが刺さっている、今しゃがみチューパーに当たりましたかね、ダルシムの手出てましたね、手出てましたね、さあこれはどうなる、ベガダルシムは結構難しいぞお互いに、さあうまい、よく落とした、追いかけていく、
さあこうパンで落としてチョップで落として、さあと拾う、うまいぞ。これはめくってはいないが、チューチューはガード、必死に手を伸ばす。わあミドルが刺さってねじ込んでいった。これねじ込みましたね。削って、おっとブラスター当たらず、読んでいたがずれている。これは投げ返す、腕火取っている、えらい。あー 今お互いに投げに行って、中野ダルシムが投げ勝っていく。だいぶ今接触しましたね。今お互いに投げ入れてましたよ。さあ開幕ダブル2からめくりはガード、下段もガード、硬いですね、素晴らしい。このゲーム、まあ、削りはもう結構痛いんですけれども、やっぱ削れるダメージが少ないんでね、ガードが硬い人はやっぱ強いです。さあハメには入れずだが、さあ突っ込んできてどうなる、しっかり対応、おっとうまい、あー引っかかったが1ヒット、安いぞ。さあこれはドリル、ドリル投げてめくりすら勝負、あービヨッター、うまい、リュウベが勝利。いやこれ勝負でしたね、今のすごかったっすね。今撫で返しすれば勝ってましたし、今完全に狙ってました、あの中野くんは投げいけましたからね、楽しむとしては。さあ大将トンタンキー、いやー残すところいるのがまあ先方なのでベガホンダ DJ ですね。殿下の宝刀 S ホークを出してしまうのか、ザンディでいく、アトミック、ザンディ、マジアトミックボーイ出てきた。さあ皆さん久々アトミックボーイでございます。この方ね勝負感すごいっすからね。いややばいっすやばいっす、うおミドル、うおー勝負ところがやばい、当てていく、今のやばくないですか、今のダブラリよく、今あれですよ本当に変な汁出ちゃいますよ。さあこれはうえいいところで飛んでいる、あっとガードしている、サイコで逃げたがガードしている。さあうわお怖い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 、めくりはガードしている、ガードが硬い、近づきたくない感じですねベガは。そうですね、さあこれで体力がかなり近づいて同じくらいかな、削りたいがちょっとベガです、あこれでベガですね、1ドット勝ってます。あこれはあ時間だ、うん、まあベガの勝ちですね、逃げた形、12カウントくらいで1ドット勝った状況が非常によろしかったですねベガ側。さあコパンで止めて、さあ引っかかる、これはダブルに食らってる。さあガードマジ硬い。さあこれはうっおっホバー、ホバーからおーピヨル、ピヨっている、はいはいはい、おーとこれは危ない、今危なかった、試合が終わりそうだった。あーそうですね、これはあーホバーから踏んで下がる、リュウさんが硬い、これはさあミドルが入った、勝ったのはユーズルピロシリュウのいいチームでした、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、というわけで本日の大会は以上となります。以上です。というわけで皆さんお疲れ様でした、私は喉が限界でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、